はい、どうも、ゆきです。今回もドカポン怒りの鉄拳やっていきましょうということで、はい、前回ですね、ここで、よいしょ、今もうボコスコやってるんですけども、ここ、ういうい、マジで殺しましょう。許さない。許さないって何かをしたわけではないんですけど、マグメラで死んでくれたらすごい嬉しい。ほい。ふーわ！すまんな。これが大人のやり方なんや。うん。ごめんよ。よくないですよね。こういうの。CPU だからこそっていうんではなく、ありがとう。この友達とかやったらもうね、もうゲラゲラ笑いながら打ち込んでますね、僕。知らねえよと言わんばかりの。ここで悪さいけるとしたら、うわぁ、これいけるんだけど、待てよ、いけるね。あれを模索しないといけない。これ絶対こっちでぐるぐる回るパターンのやつや。きつ。赤。はい、電車対策失礼しました。うわぁ、これぎずいよ。ここで回ったらもう多分いけないですからね。ということは、こっちでぐるぐる回って、あー、絶対このパターン。あー、きつい。毒浴びる。こうですよね。あれ？こういうことか？こういくってことか？ああ、もうどう考えてもこれもうどこでも行きますよね、これもう。マジか。ああ、毒浴びたくない。まあでも仕方ない、行くしかない。これ僕も危ないですよ、これ。攻撃力40段もありましたからね、こいつ。危ねえ、よかった、ラッキー。ここも攻撃いきましょう。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。これで僕の能力がパクったらもう誰も400。もったいね。こうこうの魔力上げときましょうか。うん、大事っすよね、やっぱり。さあ、これでね、もう僕がもうひたすらもう悪さをずっと倒してるわけなんですよ、もうね。第一章のあれ以来全部僕多分倒してますよ、これ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。防毒マスクかズノバ。神様て。ありがとう。これあれか、HP3 アップか。俺の村を。遠いっす、しかも。あ、そっか。さあ、ここでしっかりと見ときましょうか。ほい。そう、これだったらもうね、ういうい多分手出さないんじゃないかなと思います。おそらくですけども。出せないと思います。ここでちょっとアイテムいきましょう。アイテム屋行くんですが、よいしょ。ここ毒抜きでとマジで欲しいっすよね。うわ、ぎずい。毒がマジできつい。これ迷いますよね。まあでもここで一回足を伸ばすのが一番ですよね。この毒に関してはもうちょっとね、毒抜き自動ないとマジできつい。毒抜き自動じゃないわ。防毒マスクか。がないとマジできついんで。あれ？あ、鉄の心臓もじゃあもうゲッチュか。もうバイン。ひたすら行きましょう。ウーフーはね、正直使いどころないと思うんで、これだけ売りましょう。
オッケー。ウィウ、本当にごめん。もう本当に犯罪者じゃなかったら殺してないっすね。さあ、この絵もね、ちょっと巻き来ましたね、これ。ほいっと。さすがに、ここ行きましょう。僕のシャッフルを見せたい、マジで。一度もないシャッフル。ペアペア、ペアペアでも嬉しいですね。10万、ここと僕はここを見てます。シールドマジで来て。マジ無理や、もう。4枚めくれるんですよ。あ、帰ってきた。4枚めくれるのに1枚も被らんでどういうこと？弱すぎやろ、俺。多分2か3アップしてますよ。今まで何してんの？うわ、すごい。おお、熱い。これは強い。天使の磨いたんと合わせて4上がってますからね。で、3か。つえ。羨ましいですよね。長い目で見ると、マジで強いですからね、これ。ここのね、章をクリアすると、ミラクルキューブでしたっけ？なんかそんなのがもらえるんですけど、もう一回いける。もう一回いけるだって。ミラクルキューブ手に入れたらね、何でしたっけ？魔法系スエはあれやな。レベルアップした時に、あれがもらえるんですよね。プラス1、ステータスを振れるんですよね。なので、めちゃくちゃ強い。単純に。これ、ハッピーシスターいっか。いや、待てよ。ごめんなさい。俺はこっち行く。やっぱ行きたい。頼む。ハイアンドロー以外で来てくれ。ハイアンドロー以外。それったら何でもええ。ペアペアでもいい。うわ、なんでやねん、もう。ナイス。それは、はい。行こう。ここは俺、あえて、はい、行きますよ。なんで？なんでそんな一差が出るの？マキュー言ってる。レッチニャー言ってる。さあ、これで悪さ行くんなら、あ、行く。さあ、これはでもね、すごい互角の戦いと思いますよ。お、強い。さあ、でもどうする？ 145、 これ先行取ったもん勝ちか。ただ素早さは悪さの方が高い。うわ、めちゃくちゃええ勝負。まあ、両方とも赤赤や。うわー、ここはちょっと見届けましょうか。いや、もうビリでガッツーって言ってるけど、もういや、それはもう当然のことやろ、お前も。わあ、これでまあ契約書のね、あれが来たら、クリムゾンします。あ、これ強いっすよ。さあ、契約書がいつ出てくるのか、ヒヤヒヤしますけどね。お、出ない。マジか。これついてないっすよね、ブリキン。コウモリついたら基本的にもうすぐポッと出るイメージなんですけどね。じゃ、俺もこう回復剤使わんから、俺も。さす、お、量全部いけねえ。マジか。うー、じゃあ、こいつ行こうか。バトル通りで、もうお願いで行くんで、僕はもう。かわいいな、おい。さあ、これは、しっかりと魔法系スエイですよね。魅了って何？あ、これまずい、入った。これね、行動制限されたはず。これ。やべえ、舐めてたよー。これ魔法系制されたらきついっすね。さあ、先行ゲー。どうなる？あ、これはついてない。かわいそう。さすがに。ですよね、やっぱり。でも、その後もう一回ね、
チャレンジすれば、いけると思いますんで。ブリキンはさすがにもう多分デビルロードっすよね。お、堅実に、デビルになりたいんだがっていうやつですね、だから。まあそうですよね。さあ、僕がちょっとね、やらかしちゃいましたね、これ。魅了がね、そんなすぐ解けないんで、素早いだけじゃないぞと。選べるけど、これは絶対魔法消せやろ、こんな。これまずい。58、ただ攻撃はできない。魔法消すされると、何でしたっけ、なんて言えばいいんですかね、バトルドリーがぶっ壊されるんですよ。さすがにそれはできない。シュボボ、チューゆでる。バトルドリーをね、壊されると、ちょっとさすがに、ちょっと目も当てれないので、さあ、契約書巡りですね、これは。さあ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 、さすがにもう出ると思いますよ。出た出た、荒れる。ちょっと待って、僕まだ戦ってるんですけど。戦ってるんですよ、魅了と。で、しかも18ダメージ。うわ、これ、さっき何本食らいました俺。よーしよしよしよし。もうよくもやってくれたな、お前もう。よっしゃい。さあもうここでもうバトル D で行くから、俺もう。許さんねえ、お前もう。くらいお前2ターンもお前、しかも必殺かましてなんかかきむしりやがってお前、ボケガス。夏のバトル通りくらいもう俺だったらここ伏せたクリムゾンやのに、なんかちょっと恨みがもう増強しすぎて全部いく。嬉しい。僕の勝ちですけど、無我のチャクラ何でしたっけこれ。これこそ魅了を防ぐやつかな。忘れましたわ。お宝ですね。さあ、ウィーブイ多分これもう5を引きますよ、これ。絶対5引く、これ。お、アイテムで回復剤かな？お、3枚で。じゃんけんの幅を広げに行く。10円券いけますよ。さあ、これでまあ先行ゲーと言いますか、どっちかというと、もう何回も何回も繰り返しですよね。おお、ナイスー。かわされたらもうマジでグい。おお、やりましたね。こうなると、こういう、ステータス差か。でも、コンピューターゴリゴリいくってことは分かっちゃいましたね、これ。ちょっと侮れませんね。エイジャムラ、もともと俺の村やからこれ。ようやったジュラ。さあ、何を引くかこいつ。さて、何が欲しいジュラ。貯金。ちょ、やめてよ。全員やるなこいつ。5万も。まあ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 。ちょっとちょっとさあ、これで使われますね。あかん。やあ、こんにちは。はい、電車対策失礼しました。さあ、これでブリキンね、何日やろう。17周目か18目か、それに近いぐらいの多分周数来ますよ。14とか来ますね、多分。いやー、周数来ましたね。3週間もちょっと、もうしばらくもうデビルとデートせねえか。マジできつい。いやー、これ気が気じゃない。俺は悪さ行きたかったのに。
コイーンですけど、もうウイウイが完全にここで来ましたんで、あれですね、しばらくはもうブリキですね、これは。アギジェー、秋になってもうた、俺の季節大好き。さあ、ここでちょっと僕は死ぬわけにはいかないので、ネムネムって当たります？もう寝てくれマジで。 32% はきつい。こちこちんがワンチャン9999ですからね。20超えた。ちょ、やめとこ。もう変に手がわんとこ。とりあえず教会に行きたい。ありがとう。どんな、おお、まあ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 。行きたいんですが、さすがに、ここに行きましょう。毒を直そう。この毒沼がね、マジできつい。いかなりよってもう分かるだろう、お前もう。浴びてんねん、毒。ジャブジャブに浴びてんねん、毒を。スカポーン言うてる。お城に行くか。おー、なるほどね。分かったら道を開けるでガッツ。ああ、俺の町がもう全部支配されていく。900。とりあえずまあ回復剤使ってみますか。で宿屋の方にね向かいたいですね。3が出た。ちょっと待って。欲が出る。ただね、これはね、油断できないあれなんで、自分のデータと相談しましょうか。強さ、よく見りゃ悪人。うわー、でもね、これ正直ね、行くとまずいっすよね。いつ、リクワープからの、ディビルが来るか、もうわかんないね、マグファや。マグマグ。マニャーン見てる。ここはマジで、ほら、もう、こうやって、ヘルピュー懐かしい。連れとなんか、使い合ってたわ、なんか。消し詰めにするでか、つって。店閉めやもん。とりあえず参加、普通のマスに止まった瞬間もう終わらされてしまうんで、ましてや砂漠の上なんか乗れませんよね。ちくしょう、息苦しい。18周も18日マジきつい。18周言うてるからもう頭おかしなってる。デレデルルルンデルルルン、もうこうやってもかわしてますからね、このオーバーの下打ちを聞くために。マジできつい。こっちに来る砂場だの美味しい餌を、俺が解放したやつを全部多分食らいに来る。あー、やめてよー、ブーン言うたバイク。こいつ毒食らうんですけど、こういうなんていうんですかね、あの解放マスに止まったらあのステータス全部回復しますからね。いかれてるんでね、もうまあ5では乗れませんよね。そこには乗れる。カジノ行きたかったな。
カラベー、本当はこういう施設に逃げ込むのが一番なんですけどね。こんな間抜けなテーマやのにな、もう内心バクバクですわ。もうきつい。それかバイン使ってカジノ行くか、それかもしくはあの別の大陸で高飛びするか。あ、でもこっちだな。ここの大陸にはね、一応足ちょ地に付けとけたい。あと銀行行って金も預けたい。もう匂い言ってる。なんでそんなのんきやねんお前こいつは。バインかな。さあバイン使ってどこに行く。結構言いますやろ。どうもチャレンジャー。いや、ハーピーが魅了した時にはね、暗いポケって思ったんですけど、ウイウイミスりましたね。許せない。なんでウイウイを俺にとね、同じ苦しみ味わわないっていう、ちょっとなんか勝手なあれが出ましたわ。束になってかかってくるでかっつって、それそうでしょ。あなたさ、そんな能力かき目指して、ちょっと待って、毒になってへん。毒になったらなんかうんたらかんたら言ってたけど、毒になってへん、こいつ。マジでずるい。さあここで1出したらもうジエンドなんで、ちょマジで寝てくれん。お前じゃないあなた寝てもさ 65% ワンチャンある。寝てかわすよね。 35% 引くんだもん。お、ナイス、嬉しい楽しもうぜ、楽しもう。ペアペア来て、ペアペア来て。 OK、 はい、これ絶対、はい、よし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 。これがきつい、マジで。1から10しかないっていうのは分かったんですよ。ロー、なんでなんでやねん。辛い。お前の運にゃん、もう言う気力すらない。もうどっつきたくなる。もうその無垢な運にゃん。もうわ、テンションのラッパや。これなんでしたっけ、リレーズみたいな効果やったっけ。わさすわ、わ、やめてよ、優しいやつ。うわ、呪いでちょっと優しいこっちだろお前、ドクロマーク頭につけられてるのに何してんねんマジで。うわ、もううろつこうとしてるこいつ。3倍に使って、あの教会行こう。おい、やべえやべえ、あー危ねえ本気のやべえが出た。3倍インか、ジャンプ。罠、罠ではな。いや、影を潜めてたな、お前。うわ、やめて。やめて。ボケボケはやめてよ。ういういも気は向いてくるやん。ねえ、ぶち切れ。顔に似合わずもうぶち切れたな。ほらー、もうこうやってブルッティ。力こそ正義で勝つ。一応道は開けてますよ。さあ、こうやってお前も牽制してくる。なんでそんなことする。やめてよ、ゲームだよ。
中マス。よし、いけるんだが、待てよ。いや、一瞬なんか俺は期待した。これで自分の足で行く。で、呪いを解きに行こう。もうええから、もうそのいかなるようで参られてて分かるだろう。頭にドクロマークつけてるの分かるやろ。聞くまでもない。もう最初からもう呪いのカスル言っときゃ、お前もう。やめよ。ごめんよ、言い過ぎだわ。みゃみゃん。にゃー、どうしよっか、にゃーの余裕どっから出てくるんや、お前もう。ビクビクやで、こっちはもう。天使のラッパーって何でしたっけ、忘れましたね、なんか。こいつすごいな、デビルの中の目をかいくぐって、なんかむちゃくちゃしてる。なんでこれデビルに目つけられるのか、これもう不思議でなんですけど。え、知らんかった、ね、かわいそう。魔法消せ、これ吸血やった。あ、なんかすごい、あードン入れた。あかん。はい、電車回避対策ですよ。逃げても無駄れかっつって言うてるもん。もう言うてるもん、言葉で。怖いもん、もう。いや、ういういやばかったし、今、うん見てましたね、なんか。じゃ、なんて俺の真下に来んねん、お前。もうおかしいやろ、もう。あー、もうやだ。しかもこれ、次の2週間、もう、多分丸々デビルなんで、もう進捗できん、マジで。進まない。こう、悪さ行った瞬間、絶対来るもん、ブリゲン。さあ、というわけでございまして、まあ、ちょっと、息苦しい展開めちゃくちゃ続きますね。とはいえ、ウイウイがね、今回ちょっと悪さを倒したことによって、まあ、ウイウイとブリキの差っていうのはガッと開きちゃいましたね。うん。まあ、その最中、ね、ちょっとブリキンがもうブイブイ言わしまくってきてるんで、ちょっと、ね、誇張してはなんかパッと動くには動けない状況、18日間なので、まあ、この1週間プラスですね、次のね、動画、まあ、2週間ですよね、もう丸々ブリキンが、まあ、デビルの状態なので、リクワープさえなければね、楽なんですけど、ありますからね、パパッと悪さぶっ倒して、ピラミッドなんですよね、今回のそのイベントが、そのピラミッドに一刻も早く逃げ込んで、もうゆっくり、じっくりと、まあ、そのピラミッドのボスを倒すのが、まあ、一番なのかなと思ってますけど、ちょっとデビルの恐怖ですよね。デビルやられた時のね、デメリット結構非常に重いの でブリキンはかなり恩恵授かるんで、ユニット倒すとね、経験値がもうベラボに手に入りますんで、なるべくやったら直対は避けたいですね。というわけでございまして、まあ一応、2週間、まあ終わったんですけども、まあ時間的にはまあこれぐらいが多分ちょうどいいですよね。なので、まあ一応、次のね、動画も、まあちょっとビクビクした、もう芋戦、ね、展開になりますけど、ちょっとご了承くださいということで、はい、今回の動画、締めさせていただきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい。まあ、この展開がね、まあ、今後とも続くんですけども、まあ、施設に入ってしまえば、まあ、ピラミッドだとか、まあ、森だとか、まあ、最初のどん詰まり洞窟だとか、まあ、いろいろあるんですけども、そういう施設に入れば多少安心なので、あとはまあ消えるんですとか、使うと、まあ、もっと安心ですよね。まあ、それでもやっぱりその、デビルのイベントの使い方がちょっと下手くそですよね。ヘイカモンとか、ドガバゲットとか、貯めれば貯めるほど威力のすごいイベントっていうのはあるんですけども、コンピューター小出しで使っていきますんで、ここら辺ほんまなんか下手くそっすよね。何するにしても俺ならもっとえげてないことするなっていう思うんですけどね。はい、もうそんな感じです。現場は以上です。